はい、どうも皆様、こんにちは、こんばんは、ございます。藤原の、鎌足りでございます、というのは冗談でございますけれどもね、今回は、前回に引き続きですね、非常に似た料理なんでございますけれども、カルボナーラっていうやつをですね、まあ、みんな知ってると思いますが、作っていこうと思います。で、早速ね、パスタの茹で汁の方を用意してるんですが、濃度 1.、まあ、これだと 5% ぐらいかな、1.5% ぐらいですね。僕の基準だと、美味しい赤だし、すごく濃い、たまにこう1年に数回飲むと美味しい赤だしっていうレベルなんですけど、よく言われるのは、なんかお吸い物として出したら怒られるレベルみたいな。でも僕は赤だしとして飲むと、たまに飲むと美味しいレベルっていう、そんな感じで覚えてます。それでですね、で、まあ、材料の紹介ですね。僕の1人前だと、卵2つでベーコンは結構多めですね。このくらい使っちゃってあげて、チェコは、まあ、測ったことないですけど 150g ぐらいなんでしょうかね、分かりませんけど、ちょっと小さめに握った時のこの輪っかぐらいというふうにやっています。まあ、そこら辺はね、どうとでもなるので、個人の好みでやっちゃってください。今日はちょっと多めでこのくらいでいきましょうか。一応測りましょうね、これが何グラムなのか、皆様の参考になろうかと思いますので、ゼロですね。まあ、適当ですけど、少なくともどこにも触れてないような状態、 166g ですね。先ほど 150g と言いましたが、まあ、ちょっと多めで 166g という感じにしています。次に用意していくのが、まあ、ベーコンですね。ベーコンはこのままではちょっと具合が悪いんですので、まあこのくらいですかね。ちょっと大雑把に切っていく感じでいいと思います。卵とベーコンとパルミジャーノリゾーノと胡椒ですね。胡椒結構大切なんですけど、胡椒とあとは、まあ、オリーブオイルと水と塩だけなんですね。で、まあレシピによってはというか、リストランテで出されるような豪勢な感じになってくると、そこに生クリーム加えたりもしますけど、僕はですね、個人的に加えないレシピの方が好きなので、加えません。これですね、人によってはもう卵だけの状態で泡立てちゃう人がいるんですが、まあ、僕はね、すべて入れちゃってからやりますね。パルミジャーノをすりおろすのが、削るのが意外と大変でね、物理的に。柔らかいパルミジャーノは途中で崩れてしまうので、意味でもなかなか癖物ではありますね。パスタの茹で汁がですね、煮えたってきますね。このままではね、いけません。で、火を弱めてですね、私はこちらの奥のね、カセットコンロの方のカセットで、火の方に移しちゃいます。で、この時点でですね、今よければ、ですね、茹で汁がからポツポツと、そばとは全く違ってですね、ポツポツとちょっとだけなんか泡が出てるなっていう程度に火を調整しちゃってください。まあ、そこより若干強めでもいいです、パスタを入れるのでね。で、今回茹で時間はですね、6分でやろうと思います。もともとは7分の、やつなんですけど、6分でやっていこうと思います。
まあ、オリーブオイルを大さじ2杯、まあ、これはちょっと大さじ2杯入ってるかもしれませんがっていうのはこの前見ましたが、まあ、お好みでね大さじ2杯ぐらいから入れてみてください。少ないとね問題があるかもしれません。でこの前と同じでベーコンは味を引き出すために冷たいところから入れていきます。それではですね、パスタ湯がいていこうと思うんですが、まずじゃあということですね、一回まず全体を浸からせてあげます。で、一回浸かったらですね、まだ浸かってません、一回浸かったらもうあとはほとんど放置で構いません。なんかね、浮き出してきちゃってこう壁面にこびりつきそうとかね、焦げつきそうとか、そういう時は、まあ、混ぜてあげていいですが、それ以外は混ぜなくていいです。で、ベーコンちゃんがですね、弱火でじっくりやっていながらもちょっとずつこうね、温まってきたといった状況でございますね。このまま放置ですね、キッチンボリュームが少ないのは放置していきます。で、このソースの方ですね、今パルミジャーノ・リガーノの削られた状態なんですけれども、胡椒を、ね、結構たっぷりめにしてあげて、まあ好みですけどね、混ぜていきます。でですね、ベーコンちゃんがこのくらい色づいてきたら、まあちょっと動かしてあげましょうかね。動かしすぎるとね、味が出てこない気がするんですね。あとまあ焦げ目も綺麗につかないので、少し過ぎないようにしてあげなきゃいけないんですけれども、まあ一旦このくらいまでなると、もう大体味は出てるので、動かしてあげて、まあ両面にね、焦げ目をつけてあげましょう。で、大変なのはソースはね、冷たい状態にしておくことですね。ソースが温まってしまうと、まあ別にその温まったら最後の火を入れる段階で、さらに低温にすればいいだけの話なんですけれども、難しくなるし、早くしなきゃいけないし、低温にしなきゃいけないから上がりの温度も、低くなってしまうので、まあ冷たい方がやりやすいんですかね。はい、ベーコンちゃんはですね、これ慣れないうちは、パスタを入れる前に始めて、ベーコンがいい感じになってきたら火を止めちゃって、待たせるというのが、まあ、定石でございますね。ベーコンがその間に合ってないということになると、結局パスタが待ってしまうことになって、アルテンテからどんどんふやけてしまうので、まあ、ベーコンは理想的には、あのどちらかというと、まあ、理想的にはもうベーコンが上がった瞬間にパスタが上がってくるっていうのが一番いいんですけども、まあ、それが無理ならベーコンを早めにずらしてあげるっていう感じですね。という僕のベーコンももう上がりそうですね。あとパスタの茹で時間は1分40秒ぐらいあるんですが、これ以上やるとベーコンが焦げてきてしまうので火は止めてください。容赦なく火を止めて OK です。さあ、あと10秒で、パスタが上がってきますね。タイマー止めちゃってですね、上げていきましょう。この時はまあ火つけていきましょうね。今映りましたら、ちょっと本来はなんかザルとか使ってね、上げてあげるのもいいんですが、このお湯をまた使いたいのが使いたいので、こんな感じで面倒くさいことをしています。落ちましたね。まあいいでしょう。あとで食べておきます。こんな感じで、まあね、ベーコンちゃんとパスタちゃんですね、きっちり交わったなと思ったところでもう火は止めてもらってですね、いいと思います。まあ硬さも、油もちょっと少ないかな、
今回。でもまあ、いいとしましょう。で、ちょっと冷ましてあげてからですね。ちょっと冷ましてあげてから、ここにソースを加えます。で、ここからね、もうね、時間の勝負ですので、ちょっと残ったのをね、相手にしてる暇はありません。で、まあ、慣れないうちはですね、もう、すぐ横にですね、脇にですね、盛り付け用のお皿をね、用意しておくとかしておいた方がいいかもしれません。そのくらいね、こう卵が固まってきてしまうのが早いので、まあ、十分に温度を落として、で、揚げるのも素早く揚げてしまうということが、まあ、重要ですね。これで完成ですね、ほとんど。まあ、先ほど言いましたが、ちょっと油が少なめで、硬い感じはありますが、これで一応、物としては完成です。で、盛り付けの時にね、一つ、コツみたいなのがあって、それをやっていこうと思います。まずはね、パスタだけですね。で、可能な限りベーコンをこう、無視してあげて、盛り付けていきます。今、綺麗に盛り付けたいんだったら、こんくらいの量を一人分にしてあげると、まあ、綺麗には見えると思いますが、今回もまあ、ただの家庭料理で僕が食べるだけなので、じゃんじゃん盛り付けていきます。160ちょっとですね、166g だったかな。でやりますと、このくらいの量になりますね。かなり、あ、そうですね。かなり、まあ、多めかな。まあ、なりますか。全然いけますね。美味しい。今ソースの感じはこんくらいです。僕の許さる感じですが、個人的な好みもね、いろいろありますけど、あとはこんくらいの許さでやってみます。で、そうですね、上にベーコンを乗せて、最後にソースを滴らせると。で、まあ、これは、ね、他の人に出すときはちょっと断ってからやった方がいいと思うんですが、この生卵ちゃんもですね、火が通ってないのもちょっとかけてあげると、なんかフレッシュな感じになるかもしれません。こんな感じでですね、揚がりですね、揚がりはこんな感じ、非常にゆらゆらとした感じでございますけれども、実食、いざ実食していこうと思います。さあ、カルボナーラってね、結構緊張するんですよね。あの、匂いとですね、結果がね、比例しない場合があるんですね。他のパスタとかリゾットは大体匂いが良ければ、まあ、味は良いといった感じなんですけれども、カルボナーラの場合、なんかベーコンの良い匂いが常にするので、あ、ちょっと間違えましたね、忘れていました。カルボナーラですので、胡椒、黒胡椒をね、たっぷりめに上にかけてあげるっていうのが大切です。それはもう飾りではなく、カルボナーラっていうのはカーボンでいいですから、炭の粉ということでね、必要不可欠な要素です。完全に忘れておりました。それではいただきましょう。我ながらうまいです。ちょっと塩っと強めだったかもしれませんね。まあでも全然、薄くなるとそれはそれでソースとの絡みが悪くなりますから。まあ、リゾットの時もなんか似たようなこと言ったような気がしますけれども、あの、生クリームを使うレシピですね、カルボナーラの生クリームを使うレシピって飽きるんですよね。で、当時、まあ、僕はまあ小学生ぐらいの時からカルボナーラっていう料理が好きで、まあ、それこそコンビニのカルボナーラからこうリストランテにね、ちょっと連れてってもらった時とかには、まあ、必ずではないですけどね、ほとんどカルボナーラを注文してたんですけども、大抵ね、もったりしてるんですよ。で、僕はですね、それ脂っこいんじゃないかと思ったんですね、当時は。で、自分で料理を、まあ、作るようになって、油少なめで初めやろうとしてみたんですけど、どうやら違うなと、あのもったいかも油ではないなということに気づいて、牛乳とか生クリームとかそういうの入れてしまうからなんだ。で、まあ、初期の方は、真面目にですね、全卵ではなく
黄身だけを使うっていうようなことをしてたんですけども、それもね、もったりしてくる原因の一つなんですよ。確かにね、一口目は美味しいんです。一口目のインパクトは、まあ生クリーム使って、でなんかチーズももっとたくさん入れて、で牛乳もね、あわよくば入れてみたいな方がいいんですけども、あとまあこのベーコンも安いベーコンではなくパンジェッタを使ったりしてね、一口目のインパクトはマジで美味しいんですけれども、飽きるんですね。もう二口目ぐらいから飽きますね。で全卵を入れるとですね、このソースのこのなんかこうツヤのある部分というかね、このゼリー状になってる部分っていうのは、これは白い部分ですね、黄色くない部分、黄身ではない部分、白身から、こういう風になってるという風に僕は思ってますんで、まあ真偽の方では定かじゃありませんが、多分そうなんで、そのシャマッとしたね感じが出てくるんですね。で味も微妙に薄味になりますし、しっかりとした美味しさはありながらも、どこかあっさりと喉越しがいいっていうんですかね、まあ、ちょっとパスタに使う表現かどうか分かりませんが、まあ、もたれないって感じもありますし、あとは大切なのはチーズですね。チーズそのものの味っていうのが結構カルボナーラの味に、まあ、当たり前のことですけど影響を及ぼすので、チーズにはこだわった方がいいですね。でも逆にね、うまくなってくるとベーコンはかなり安いものでも大丈夫ですね。こういうなんか肉厚のタイプ、ペラペラのタイプだとさすがにダメですけども、高い安い関係なくこういう肉厚のものを選んであげさえすればですね、まあ間違いはないかなと思っております。でもまあチーズに関してはもうどうしようもないんで、ベーコンは、まあ、途中でも申し上げましたが弱火でねじっくりと動かさないっていうことをやってくだされば、まあ、最大限に味を引き出したりできますけど、チーズはもうどうしようもないんで、もうただ削るだけで、もう最後に火の入れ具合は卵の方で決まっちゃいますから、チーズに合わせて変化させることはまずできないし、変化させたとしてチーズの味が変わるなんてことはほぼないし、そういった面も含めてチーズはごまかせません。ベーコンは変わります、出し方で。あとオリーブオイルとの相性とかね変わりますし、パスタもまあね、大きいな安売りしてるやつとかでも大丈夫ではありますね。まあそんな感じでね、カルボナーラ作ってきたんですけど、いかがでしたでしょうか。もうね、カルボナーラの残骸しかここにはないんですけれども、まあここら辺に動画を止めておきましょう。それではね、また次回の動画で、お会いできることを楽しみにしております。それでは。